はいはい、今日もねサボテンくん日記を盗み見してから盗み見じゃないよね、海岸でカニバッシング、僕もチッとやってみたいけど、それって少しかわいそう。それにしてもペンギンが恋をするなんて知らなかった。ペンギンも恋をするんだぜ。ペンギンも大変なんだよペンギンも大変なんだよ。餌を探すためになんだっけ、片方が子供を見てる間、片方は何ヶ月もかけて餌を探してるんだっけ。何ヶ月もかけて、1ヶ月くらいだっけ。忘れてしまったわ、あたしったら。あたしったらね。じゃあどうしようかな。炎、熱そう。壊れた人形、ちょっと怖いしこれ。じゃあ獣王のメダルとかいうやつ、これをねやってみましょうこれをやってみましょう。ペロペロペロー、草生えてるわ。ハラハラー、あ、ジャングル的な、あ、ジャングルだ、そのままジャングルだ。へー、てっててってってって行ってみよう。ジャングル行ってみよう。動物いるのかな。富士サファリパーク、富士サファリパーク、なんだこいつらいいですか、今日はとってもめでたい日です。あなたたちがドゥカテを倒してそいつの尻尾を持ち帰ればわかりますね。わあ、ノキみたいなのいる。うわ、熊の被り物してる。わかんねえよ。ああ、てめえはどんくせえよ。そのくらいわかんねえのかよ。どうなるんだよ。オイラたちの借金チャラにしてくれるってことだろう。なあ、子供親父。子供親父。子供親父ではありません。私の名前はサザビー。なんか、スナック菓子にありそう。借金もチャラではありません。一十百千万、十万百万、一千万ルクの借金が998万ルクに減るだけです。私数字パッと見た時に桁数わかんないんだよな。わかる人すごいよね。なんでオイラたちあんたの屋敷で下働きしてただけなのにそんなに借金が増えたんだ。お前は頭悪いな。騙されたんだよ、この親父によ。騙したのではありません。あなた方が屋敷のものを壊しまくるからです。ま、知らないよね。泣くこと上司には勝てないって言うからね。そいつはどういう意味だ。でかで500匹捕まえりゃ借金チャラってことさ。ビュー、なんで簡単じゃねえか。たたたたたた、てんてんてん、子供やじじゃありまちん。獣王、なんか関わらんとこ、この人たちあんまり関わらない方が良さそうだ。子供やじ、でかての尻尾1個2万6で買いますよ。あれは今レアなんですよ。へえ、なんかそんな話さ、ずっと昔にポケモンの漫画で読んだような気がするわ。てかアニメかな。あ、ヤドンの尻尾をね、ロケット団がね、美味しいっつって売りさばいてた話。何は、何だ、戻ってみる。あ、豆一族です。一匹10万ルクの超レア生物です。捕まえていただければたんまりと謝礼いたします。へえ、ここで待ってればいいんじゃない。あ、ああ行っちゃったよなあ、なんと伝説の種族豆一族を見かけてしまいました。でもすぐに逃げられました。そんなのがあるのね。うわ、意外とつぶらな瞳みたいな。あー、かわいい、ふかわいい、ふかわいい。お前一匹10万円だってねえ。ぷ、かわいい。あれあれ、かわいい。ここは妖精の国に一番近い場所、迷いやすいから気をつけて。へえ、迷いやすい、そういう道。人間ってうるさいから大嫌い。そういう女子いるよね。
中学生女子に多いよね、そういう言葉。人間ってほんとうるさいっていう中学生女子。道がわからねえ。どこが道なのかわからねえよ。道に迷ってるの人間は勘が鈍いのね。クスクス。道に迷ってるってか、どこが道かわかんねえんだよ。こっち道？あ、道だわ。あれ？敵じゃね？これ。めっちゃ怖い。へぇ。あー、やだー。あ、ゾンビ。普通にゾンビだ。そういえば武器が変わって、スピア？トゥルースピアだっけ？になったよ。最強装備でね、毎回戦っていこうと思う。あ、でもいいね、なんか、リーチが長くて。リーチが長くて、これはいいものですぞ。こっからでも届く。あ、いいね。なんかいいわ。かゆいところに手が届く。かゆいところに手が届くよー。届くよー。どこまで行ったんですかねあ、でもこういうのは、敵がいる方向に進むと正解だっていう。苔をしとく。ここら辺にあるよ。そこら辺にめちゃくちゃ落ちてるよ。道がない。こういうものはね、敵がいる方向に進むといいって相場が決まってるんだよ。わかったか。このダークプリースト。気持ち悪い。えい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 。あ、板チョコだ。いただこう。いただこう。板チョコだ。いただこう。Give me chocolate. Give me chocolate.ここ一回来たかな。あれ、この人たちがいるっていうことは、こう来て、こっちに行ってないな。あ、ぷ、ぷ、こいつについていけばいいとか、そんな感じのことはないかな。ぷ、どこ行く？プーどこ行く？プー？ねえ、プー？プーそっち行くんだ。なんかこいつについていけば良さそう。あ、こんなところが通れるなんて、あのトンカツにわかるかな？わかんねえだろうな。わあ。こんなところ？プー。プーについていくね。あ、ちょっと待って。プニキちょっと待って。ゼロな瞳。ん？あ。あ、ほんとだ。俺でなきゃ見逃しちゃうね。うわ、ほんとだ。通れないように見える。あれ？プーいなくなった。わあ。あ、なんか可愛いの出てきた。なにこれ。なにこれ。かわいい。うわ。かわいくなーい。岩落とし使ってくる。かわいくなーい。ちょ。3対1とか卑怯だと思います。いった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 ビート刻んじゃった。あまりの痛みにビートを刻む。最近の女子大生の流行りはもっぱらビートを刻むこと。ん？あれ？こいつは。こんにちは。道に迷わないおまじないしてあげる。わあ。え？いきなり来てなんかいきなりおまじないかけてもらったけど、何こっちはなんもない。下かな？ん？道どこ？あれ？プー？プー？ね、プー？あれ？プーはどこに行きたいの？プーはよ。ん？一回おまじないしてもらわないと迷う系かな。一回おまじないしてもらうためにあっちに呼んだの？プは。ねぷ？プ？ねぷ？こっちから来て、こっちに行くの？え、合ってんのかな？ほんとに。合ってんのかな？
でもこいつさっき来た道戻ってない？あれ？ワイドも行っちゃうな。あれ？あれ？プー、案内してないだろお前。あれ？あ、ごめんごめん。まあ、一応ついてってみるか。どこに行き着くのか見てみたいしね。でも道に迷わないおまじないしてもらったから、もしかしたらルートが変更されてる可能性はあるな。その可能性イズある。そっちから来てってことでしょ。こっちも道かな。プはね、いい子だもんね。お、こんなとこ道あったっけな。まあ、一回行ってみりゃわかる。ん？こっち？あー、道に迷わないおまじないしてもらったから道ができた？的な？的な的な、そんな感じ的な。何やっとん？この向こうなんか怪しげな感じがするぜ。ちょっと覚悟決めねえとな。あ、行っちゃった。どれでもこっちもなんかあるよ。ジャングル、デカテの森。わあ。あれ？向こう側正解？あっつつ。なになにこれ？これなに？あれ？こっちは、あれ、なんかこっちにそのデカテとやらがいるんじゃねえの？あれれ？たた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 。たた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 た。あ、やばい、つけてない。はあ、つけてない。ちょ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 、そうだった、必殺技ないんだった。だけどすぐ復帰できるもんね。ゆとりに優しいもんね。こういうところでさ、狭い、ちょっと待ってくれるかな。ちょっと待ってくれるかな。なんかくっついてる、なんかくっついてるよ。こういう狭いところでさ、戦うのさ、すごいはめられるんだよね。くっつくな、くっつくな、くっつくな。くっつかんすな、くっつかんすな。死ぬから。あーもう、強いかよ。何度でも死ぬ。何度でも何度でも何度でも立ち上げに呼ぶよ。君の名前、声が枯れるまで熱い。このこいつ板チョコ出すやつが強い気がする。当たんないよ。何度でも何度でも。うん、オッケー。さて、あ、よしよし、必殺技がないとね、いざという時に。いざという時、相手の攻撃を受ける時に必殺技がね、便利なんですよ。こんな時タウンページが便利なんですよ。こっち宝箱だけかな。毒の子の。あ？あれでも意外と続くな。向こう側ちょっと覗いてみた方がよかったかな。覗いてみた方がね、よかったよね。これ途中で板チョコ取るとどうなるの？あ、回復するんだ。今さら。そうかそうか。戦ってる間に、あ、たたたた。取ると、ああいう系は回復するんですね。そうだったんですね。スターダストスロー。つけちゃおう。つけちゃおう、つけちゃおう。うわやだー、めっちゃチューしてくるじゃん。いや、私チューは好きな人とするって決めてるの。成人派っぽいセリフ。まあ成人派っぽいっていうか、私が成人派だから、不意に出たセリフなんだけどさ。やかましいわ。やかましいよね。これってすっごくやかま。おお。
あれ、これがティラノス。違かった。尻尾があるからお前が噂の強い。お前が噂の強い。力が欲しいか。強いよー。あー、やったー、美味しい。美味しい。ずいぶん奥まっちゃったな。あれ。こっちはまた違うクエストか、もしかして。そんな気するわ。そんな気するわ。戻ろ。さあ、こっちですね。あれ、でもボスじゃない？あ、セーブだ。あ、にゃろ。まだ何も捕まえても見つけてもいねえようだな。デカでは見つけてねえが、この奥になんかでかい獣が寝てんのは見つけたぜ。捕まえてみりゃ金になるかもしれねえぜ。なんだって金になる。たたたたた。こっち？こっちじゃねえよ。人の話聞けよ。どっちに行けばいいの？セーブ。どっちに行けばいいの？こんな時、皆さんならどうしますか？上に行くか、下に行くか。どっちを選ぶかで、あなたの性格がわかります。わぁ。わぁ。ハッソンが行った方は妖精の森だ。行ったらジャングルの入り口へ飛ばされちまうぜ。俺が出てきた方の部屋に変な獣がいるぜ。話しかけてみな。ありがてぇ。親切。本当かな？嘘じゃないだろうな。うわぁ、あん？うわぁ、あん？あれが中央。協賛を手に入れた。僕の名前はエモニューです。かわいい。近頃妖精の様子が変で、妹のシルキーはそれを調べに、シングの園に行ったです。でも今はデカテも暴れてることだし、シルキーはどこかに隠れてるんじゃないかな。デカテの件が終わってからでいいので、シルキーを探してほしいと思うです。シルキーってなんだっけ？デカテはこのジャングルのことを知り尽くしている。一人や二人では捕まえられん。お前も手を貸してやるといい。デカテも近頃はいたずらが過ぎてみんな困っている。はーい。誰なの？シルキーって北欧とかそっちの方のなんか妖精的な名前じゃないかな。お、ここから先は妖精の森や。人間は来ないで。イナシ、ニテイヤ、ハンゲ、ニナ、ホア、カバリ。ん？相手にしない。丸切りバカ、丸切りバカ、アホな人間は相手にしない。うわぁ。で、こうなるわけね。で、デカってどこにいるんだ？で、どこにいるんだ？どこ？デカって何度も見かけたんだが、オイラ一人で捕まえるのはちょっと無理だな。どうだ、あんた、オイラと組まないか？3人でやったらどうなの？結託スワリーゼは誰があんな石頭と。あ、あ、行っちゃった。だって、一人や二人では捕まえらんないっつったよ。ねえ、言ったよね。畜生、ラチアかね、あんた俺と組む気はないかい？三人で組む？なんでアニャラと、冗談じゃない。もう、なんで？なんでな？あれ、こっち行かなかった？こっちかな？なんでな？ええやん。ええやんけ。あれ、ここどこ？ん？あ、こっち。あれ、道に迷った。あ、なんかある。なんか道変わってない？気のせい？仕方ねえな。協力する。ありがてえ。オイラがその辺で暴れておびき出してやるわな。どこ行くの？どうしたらいいっていうのよ。うおー、オイラのドゥイングドゴダバドデガチボーン。え？早くおびき出して。ラチが開かねえよ、本当に。これじゃあ。これじゃあよ。あれ？この人たち当てにしない方がいいな。この人たち当てにしちゃダメだな。自分で探そう。あ、いた。ねえ。じゃあ、組む。
待ってよ。できるだけ動きな。うわー、どこにいるんだ。ねえ、こっちだ。どっちだよ。どっちだよ。あー、待って。あ、どこ？こっちだ。どっちだよ。さっきんところか。今度は見失わないぜ。うんずぶれやー。あー、なるほどね。二人に協力を仰がないとダメだったのか。お待ちになって。あれ？こっちじゃない。こっちじゃない。さっき行ったところか。なんちゃらの泉みたいなところかな。待ってー。ねー。どうも。あ、やっぱりこっちか。おー、行きたいよ。ん？わあ。あれ、なんか前もこんな感じのやつと戦ったような気が。おお、飛んでる。うわ、いったー。あ、飛んでるんじゃない、これ。ジャングル。あー、なるほどね。下に捕まって。これじゃ当たるな。ふっふっふっ。蹴られてない？あ、やばい。逃げろ、逃げろ。あぶねー。うわー、それどうやって避けんの？降ってきたらどうやって避けんだ？とにかく近くにいなければいいのか。うわー、行くぞー。あ、あっ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 、やめろやめろやめろ。あー、痛い、この野郎。当たるかな？当たったかな今。これどうやって避ければいい？あー、なるほど。近くにいなければいいのか。よいしょ。よいしょ、よいしょ。これ、リーチ足りない武器あるんじゃない？これ、この武器だからさ、結構届くけど、大変じゃない？これ、この武器とか。素手だったら絶対無理やで。あ、いいぞ。いいぞいいぞ。結構体力あるね。ここでスターダストスロー。当たれ当たれ。あ、いいぞ、もう死ぬじゃん。はーい。うわー、はーはー、混んでっちゃった。てか、あいつが噂のあの探してたやつ、ドゥカテとかいうやつやったのか。あいつの尻尾を売るって嫌じゃない？なんか結構人型だったけど。オイラたちって仲悪いけど、弱虫なとこは同じだよな。いざって時にはガラッキシだ。仲良しか。こうして二人の間には愛情が芽生えたのでした。皆さんご苦労様でした。ブリャー。とにかく足棒。あなたもわざわざありがとう。お礼をさせてください。はい、500ルク。え、足りない500ルクをしとく。はぁ、あなたもそんな人なんですね。でもいいでしょう。お金はそれ以上出せませんが、これはどうぞ。はは、子供やつに騙されて隠すって顔だぜ。びっくりマークの後ろに丸つけるんだ。見せれるけ。はい、それでは帰りましょう。撃ったらー。二人は雇われてんの、まだ。ルッタラーじゃねえっつの。俺たち強くなれるぜ。俺たちの戦いはこれからだ。で、何だったの？この人は何だったの？みたいな。この人全然ちょっと話しかけただけだったんだけど。あんまり関係がなかったよ。あんまり関係がなかったように思えるよ。はーい、邪剣帰りましょうね。邪剣帰りましょうね。やっぱりサボテンくんの一言を聞かない限り、この動画は終わらないぜ。
一日の疲れをサボテンくんに吹き飛ばしてもらうんだ。サボテンくん、サボテンくん、ただいま、ただいまサボテンくん、てんてんてん。はい、迷子になった？なことはねえ、私は生まれてこの方迷子になったことなんてねえよ。マジスーパーでお母さんを見失って泣いたことしかないよねえ。じゃあ次回らへんからまた竜行くか。でもまだアーティファクトあるんだよな。まあ気分で決めます。じゃあお疲れ様でした。